guys! モンスターション TV! 始まりました、モンスターション TV! 元気があれば何でもできる、元気があればゴレーヌさんになれる、そんなあなたは、えげつねえな。ということでやっていきましょう。今回はですけども、ハンターハンター。前回の続きでございます。前回は、キルアくんの家のところのね、ストーリーについていろいろ話をしていきまして、で、その前に関しては、ハンター試験。ね、そこら辺についてお話をしていきましたけども、今回はついにキルア君のところを出て、その後に奴らがいた場所でございますよ。やはり冒険するにもお金が必要だよね、ということで天空闘技場へ行くわけでございます。そこはとんでもないところでございますよ。格闘家の夢の場所でございます。天空闘技場というだけあって、めちゃくちゃでかいタワーがブワーッ立っていて、そしてそこで戦いが行われているわけでございます。クロアを上がっていくことができる、そして上がっていくにつれ、そこでもらえるファイトマネーも上がっていくわけでございます。自分がフロアを上がれば、それに伴ってファイトマネーもガンガン上がっていくということでね、彼らがそこに行くわけでございますけども、夢のシステムだよね。普通に一回戦ってもね、あの一律のお金しかもらえないんだけども、そこからどんどんそれが跳ね上がってくると、最終的にはゴン君も見たこともない桁になってるよっていう感じで言っておりましたけどね。そんなのあったらマジ格闘家になるよね、速攻で。もう頑張ってそこで戦うよね、ずっと。まあ、言うてね、格闘家になってそこで頑張れるとか、そういった流れではなくてね、そこにはただ単に力で上がっていくだけではない、ある秘密があると。その秘密は一体何なのか。そうなんです。ハンターハンターといえば、最も大事なものでございます。それというのは、念でございます。ついにここでこの念能力っていうものが出てくるわけでございますよ。よく考えたらね、もう何十話もやってきてるわけでございますし、ハンター試験あんだけブワー長くやって、できる枠のところやって、一切出てこなかったこの念能力がやっとここで出てくるというね。だから今までのそのハンターハンターってのは面白かったんだけども、我々は本当の最もやばい面白さっていうのをまだ知らなかったっていうね。そこからさらにブーストがかかってくるのがハンターハンターということで、この念能力を覚えていくわけでございます。頑張ってね、順調に進んでいたわけでございますけども、キルア君がついにちょっとね、一発で勝てなくなった。それまではなんかどんな格闘家でも人を一発で倒していく流れがあったのに、そこで出てきた少年ズシ、このズシにはね、一発の攻撃で、まあ、倒せなかったと。起き上がってくる、なんだこれだとね、何回やっても起き上がってくる、どういうことっていう風にキラ君も困っていたんだけども、そこでズシ君がね、ちょっと本気を出すわけでございますよね。よしみたいな、構えた瞬間に、なんだこの力はみたいな、なんかあるぞみたいな感じ、思い切り引いたキルア君、そして会場から聞こえてくるズシー、大きな声がゾーンと響き渡るわけでございます。そのズシ君の先生でございますね、師範代のウィングさん。このウィングさんが大きい声で叫んでいくわけでございます。何かをやろうとして止められるズシ、それが思いっきり念能力とつながってくるわけでございますよね。キルア君があれはどこかで見たことがある、何なのか。そう、イルミでございます。彼の兄貴イルミが使うような嫌な雰囲気、この技、その秘密がズシ君にある。そしてそれを教えているウィングさん、秘密を探ろうということで、ウィングさんの元で、まあ、修行していくって流れがあるんだけどもね。最初だからなんかその念能力に関してね、説明をしてくれた時が嘘を教えられてさ、まあ嘘っていうか、まあそんな簡単にね、誰にでも教えるわけにはいかないから、まあちょっと違ったようなことを教えられたんだけども、そこの時もね、なんかうまいこと言葉近いんだけどもちょっと違うみたいなさ、流れがあって、その説のところも漢字が違うっていうね、なんかそういったような設定とかもすごい面白いなって思ったのがね、その流れでございますけど、で、やっとこの本当の念っていうのを覚えていて、世界が広がっていくわけでございますけども、ただね、そこでの念能力は別にその初に至ってないわけであって、あくまで、蓮と天だったよね、あれって。蓮で思いっきり、この念能力っていうのをバーッと燃やしていって、で、天で留めていくっていう、そんなような話だったよね、確か。だから別になんか、基礎的なところがちょっと強化されただけであって、そこからの初に至ってないんで、そこではまあ最低限の戦いが行われたというね。で、なんとかこの念を覚えていって、ここで挑んでくるのがヒソカでございますよね。まあそもそも強制プレイで念を覚えるきっかけというのが、まあこのヒソカの登場というかね、まずはズシ君のそれを見て、なんじゃこりゃってなって、で最終的にはフロア上がっていったら、なんと変態野郎のヒソカが出てきて、この念を覚えないと、まあどうしようもないっていう状態になった、で覚えていったっていうね、そんなような流れでございますけども。っていうかさ、すげえ個人的なあれなんだけど、確かね、ハンターハンターのアニメ
って、その、まあ、1回目のやつと昔のやつと、最新のやつで雰囲気って結構ガラッと変わるんだけども、そのね、古い時の、なんか、ヒソがこんな感じでやっていたわけじゃないですか、念をこう飛ばしていたようなね。その時に裏にいた、女性の方、なんか雰囲気すげえかっこよかったよね。なんというかさ、落ち着いてるとかダーク感漂う感じ。俺ね、本当にあの子なんかいいなと思った。何って話なんだけど。そう、なんかね、雰囲気がとにかくね、昔のハンターハンターのアニメってね、いいんだよね。もう BGM から何かすげえいいなっていう。最新は最新で、なんか昔にはなかったものをね、取り入れたりしていいなっていうふうに思うんだけども、ただなんかやっぱ雰囲気から何から全て僕はね、その当時のやつが好きだなっていうふうに思うわけでございますけどもね。まあ、そんなこんなで、ついに念を覚えたゴン君たち、ヒソカと当たっていくわけでございますよね。あれもすげえよかったよね。なんかさ、そのヒソカの怖いところって基本変態なんだけど、どこかでその殺人衝動というかそういったものに駆られるみたいなね、変なスイッチがあるんだよね。でゴン君と戦っててもなんかこの興奮するっていうさあれに至って、そこからの最終的な着地点っていうのはもう殺すっていうところだからさ、すげえ怖いと思うのよ。まあそもそもヒソカの怖さっていうのはハンター試験でね見てるわけでございますから、それと戦わなあかんっていうのはもうシャレにならんじゃん。まあ結局ゴン君は負けるんだけどね、負けるんだけどもいい負け方をしたというか、すげえ頑張ったなっていう風に思うわけでございますけどもね。まあそんなこんなで念を覚えていって、そして念を覚えてヒソカと戦っていくと、まあそこまで行くとね、気づけば難勝もしていて、やはりお金はとんでもないことになっていると。最終的に彼らがねそこ出た時にはもうやばいお金が入っているわけでございますよね。ゴン君の場合は変なお金の使い方をしないからいいですけどもね。ただキルア君に関してはチョコロボ君がございますからね、チョコロボ君を買っていくっていう、いかれてるよね。でもともとキルア君っていうのはその天空闘技場にね子供の頃に来てるんですよ。で来ていて200回クラスだからなんだかに行ってるんだよね。確か180超えた、200回行ったっけ、200回は行ってないのか、180超えだっけ、覚えてねえけどさ、なんかそんな感じで行ってすげえお金もらってんのよ。だからもう何億単位とかで持ってるはずなのに全部チョコロボ君に使ってるっていうさ、とんでもない話よ。で今回もまた同様にね、全部使ってしまって、最終的にゴン君のお金しかないみたいな状態になって、でそこからのねグリードアラルに繋がっていく流れでございますけどもね、ハンターライセンスを売ってお金を作っていったりとか、なんかもう本当になんかね、このお金にまつわるところでね、いろいろと話がね、広がっていったっていう流れがありましたけどもね。まあ、そんなこんなで、ね、天空闘技場はそういった形で進んでいったわけでございます。念能力を覚えた場所ではね、本当のハンター試験、そこでついにクリアっていう。この本当のってのはすごい面白くて、ハンター試験っていうのは、あそこで終わりではなくて、念能力を得て、そこでやっと一人前の、まあ、ハンターになれるっていうね、裏ハンター試験っていうような言われ方をしておりましたけどもね、あそんな流れがあったんだっていう、すごく面白いなっていうふうに思うわけでございまして、まあやっぱ、ね、先ほども言ったように念能力っていうのは誰でも覚えていいっていうものではないというか、まあ旅団を見てれば分かりますけどもね、その悪い奴らが持ってしまったらどうなるのか、まあまだ旅団はなんかこう活動方面決まっているけども、なんかわけのわからんテロリストみたいなものがね、念能力を持ってしまったらどうなるのかっていう話なんだよね。だからこそのそういったシステムがあるっていうね。っていうか、ズシ君って今どうなってるのかなって結構気になりますよね。ズシ君はあの年齢にしてね、まあ結構強いわけでございますから、なんか最新では相当強くなってんのかなというふうにも考えたりとかね。で映画ではね確か彼出てるんだよね。映画でズシ君は出てきていて、まあなんか活躍していたなっていう感じはありますけどもね。確かそれというのがまた天空闘技場が出てくるんですよ。天空闘技場今行ったらどこまで行けんのかなとか考えるじゃないですか。天空闘技場が出てくるんだよね。でネトロ会長がそこで戦ったりとかするわけでございますけども、まさかのねこのハンターハンターの世界に念以外にもそういったような特殊能力があったっていうね。念ではなくて音っていうね、音っていうのが怨念とかそっち系なんだよね。音ちょっと怖い方のね、そういった力が存在すると、その力とまあこのネテロのねまあ念だよね、この念がこうぶつかり合うみたいな、確か設定的なネテロ会長となんか同期とかわかんないけど、そういったような感じだったのかな。でそれが戦っていくみたいな、もう結構なバトルだったよ。相当やばいバトルだったんだけども、まあそういったのがあったりとかね、天空闘技場がまた出てきたっていうことで、僕は結構テンションガチ上げでございます。はい、ということで今回はねこの天空闘技場についてここら辺でお話は終了していきたいんだと思いますけどもね、とにかくねいろんな面白い話がやっぱここだけでもあったんだよね。あとはクソしてる間に殺されそうになったね、おまるに乗った兄ちゃんとかさ、すごい面白かったじゃないですか。やつらすげえめんどくせえというかさ、なんか我々の世界でもそういったような変な人いるよね。なんか新人潰しみたいなさ、出る杭は打たれるみたいなさ、なんかそういった話があるけども、まさにその典型的なね形のバカサントリオという形でございましたけどもね、個人的には彼らの流れもね
結構好きだなっていう風に思ったりとかね、やはりなんか逃げていったお前の兄ちゃんとかもあれはやべえみたいな感じでキルア君に対して思って逃げていった流れもなんかちょっと胸熱だなっていう風に思ったりとかね。そしてでございますよ、この天空闘技場もすごく面白かったんだけども、この次ハンターハンターの中で僕が最も好きなシリーズが始まるわけでございます。ヨークシーンでございますよ。ヨークシーンに行ってからが僕はもうね大好きでございます。旅団が出てきたりとかね、旅団が戦ったりとかで、ずっとこの間クラピカ君出てきてなかったけども、クラピカがまた出てきたりとか、日の目にまつわるような話がもっともっと広がったりとか、とにかく面白い展開がねもうヨークシーンでは思いっきり広がっているわけでございます。そして主題歌がねすごい良かったんですよね。もうたまらない。はい、そんなこんなでね、ヨークシーン編を僕が最も話をしたかったところでございますから、またここからね次の動画でお話をしていけたらなという風に思います。このシリーズが良かったらぜひともみんなグッドボタン押してくれたらなと思います。でもしかしたらこのままずっとね続けてその OVA からのグリードアイランドからのアリ編へとっていう感じでね広がっていくかもしれません。多分話すと思うけどね。で、そこからいろんなね、キャラクターについてお話ししたりするのかなと思いますんでね、そこら辺も楽しみにしてもらえたらなと思います。現在、ハンターハンターは残念ながらね、ちょっと止まっているような状態でございますけども、ただ戻ってきた時にね、こんな感じでみんなで話をしていたことによって、ハンターハンターでこうだったよね、みたいな、そういったのがね、分かっていると、なんかさらに面白いのかなというふうに思うんですよね。急に、はい、いざ始まりますって言ってさ、なんか、あ、やべえ、一気に読んでいかねえってことになるとさ、多分大変だと思うんだよね。だから今のうちにそういうふうに話をして、行きたいなと。あと一番恐ろしいのが、その時間が空いてることによって、その元々好きだったっていう人も言うて離れるじゃ離れるんですよ。いやでも、なんというか嫌いになったではなくて、まあ忘れるにしてもね、そういったのってあると思うんですよ。で、それで一番もったいないと思うんで、なんか僕としては、そのつなぎをしたいというかね、始まった時にみんながいてくれるみたいなんで、一緒に盛り上げれるみたいな。だって、その元のファンがいなかったらいくら新しいの始めたところでさ、なんというか、もう人気が出ないからじゃあそこで終了ってなると話にならんじゃん。要は人が離れてるからね。それすげえもったいねえと思うから、なんかそんな感じで一緒に今のうちから盛り上げて、でハンターハンターが帰ってきたらみんなで一緒にウェイってやってね、で翌週にはまた救済っていう、そんな感じになったらいいよね。いいよねってか救済すんなよ。はい、ということでこんな感じで終わりにしていきたいと思います。次回の翌新編について、僕が最も好きなシリーズについてお話ししていきたいなと思いますんで、楽しみにしててください。ということで最後になりますが、じゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、じゃんけんパーということで、また次回お会いしましょう。なんかパーって言うとなんかあれなんだよね、なんかゴンくん的な感じで、やいやいやいってこうチーみたいな感じでやってんだけどさ、ザーしたくなるよね。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time!